大活躍なんですよ。結構ね、シティウェーブ、変なこけ方する時あるから、あのヘルメットも貸し出ししてるから、ちゃんとしたのが最初ヘルメットつけた方がいい、でもね、ちょっと絵的には流血するのとかもね、面白いんだけど、ちょっとスティーブ・ウェーブ側からそういうのやめてくれって言われそうだから、これをね、これ今回ゴルコムのサーフハットだけど、この中に入れちゃうと、これが簡易的なヘルメットになるし、これでもう全然もうフィンガー当たったって全然平気だから、面白くない、面白くない、中途半端じゃない、
リアクションもちょっと学んだ方がいい。ちょっと上手いんだったらもっと上手くなって。ちょっと上手くないの。前彼らの整骨院の事務所がすぐ近くで本社があって、社長に言えば貸し切りやってくれるって。やりましょう、はい、ぜひ深井社長よろしくお願いいたします。さあどうですかパイロット、ホイール仲間、ホイール仲間ルイ君、ルイ君も2回目よし、もう一回やりたいね、来よう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 、今度はね、もうそのうち俺たちホイールでやるから、ご期待ください。もう全身もうさ、なんかアメフトのさ、プロテクターですね。プロテクターで完全装備で、もうどうでもいいホイールをさ、できるよね。最初から打ち合い。溶けた時で、ね、危ない。折れる。ちょっとそれご期待。はい。ありがとうございました、ケンさん。いや、めちゃめちゃ楽しみました。いや、おかげさんで、いや最後のシーンが楽しみましたね。いや、最後か分かんないけど、もう一回、もう一回がね、まだちょっとあと2、3週間あるんで、はい、まだもう一回、でももう1、2回行きたい、行きたいっすね、やりたいっすね。いや、でもね、こういう、なんだろう、今日は本当ビギナー、本当全く素人から、まあ、エキスパートまで、まあ、みんないたんだけど、それぞれが楽しめちゃうからね、同じ波で、そう、これがいいと思うんですよね。そうなんですよ、あの海じゃ絶対ね、ないやばい波に入れないからね。で、ちっちゃいとこあのエキスパート来ても面白くないし、そういう意味では、ものすごい、しかも来れば絶対できるっていう、初日に立てちゃう、そう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 、あの波チェックとか関係ないから、風とか関係ないから、はい、ほぼほぼ一年中できないという、同じ条件で波が立ってるんですよね。これがまあちょっとあの大井町のがね、もう今月いっぱいでなくなっちゃうのがちょっと寂しいんですけども、来季、来週、来春ですね、来春に、うん、あの茨城の方にまたリニューアルして移転という形なんですかね。そうですね、あのちょっと僕から説明すると、はい、あのここを解体して移動します。で、来春オープンするんですけど、何が違うかというと VIP ルームとか会員制みたいなのがあります。正しいですね、はい、で、近くにスケートボードパークがあるので、オリンピックでもすごかったスケートボード盛り上がった、これは来ました。はい、あのアクセスもインターを手数の場所なので、東京から1時間半ぐらいかかるから、でもこんなもんできちゃうんで、ゴーゴー来たいっていう。いや、それでも本当スケートとやばい、すごくなんか新しい感じ。それこそ海行ったことない人でもスケートとこのスティーウェブだけで、うん、ある程度こうバシバシできちゃうみたいな、一日楽しみちゃう。レストランもあるんで、はい、やばいやばいやばい、これを検査プロですよ、です。いや、それルミナ YouTube チャンネルもね、その頃まだ続いてればですけども、あの突撃したいと思います。そんな感じで今日はシティーウェブ東京でのねセッションでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。また遊びましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。撮ります。はい、チーズ。